はい吉田隆の教え方チャンネルですチャット gpt 使ってみましたかというアンケートを行いました今日はその結果の報告とこれからチャット gpt のような ai とどう付き合っていくのかについて考えてみましたはいそれではアンケートの結果です人工知能が文章を生成するチャット gpt を使ってみましたかということで回答数が176 使ってみた、29%を使ってみたいと思っている47%、当分使うつもりはない17%、その他が7%ということです、えー。使ってみたがもう3割もいるんですよね。まあ YouTube でね、学ぶような先生ですので、ある程度パソコンに精通しているとは思うんですけども、もうすでに3割の方が使っているということに大変驚きました。まあ私自身としてはね、ぜひ使ってみることをお勧めしたいと思います。 はい、いつものように書き込みもいただきました。紹介したいと思います。日本の学校教師の多忙化解消のためにチャット g p t をどのような活用をすると良いですか活用例を5つ書いてくださいと実際に聞いていましたと。いやー、この問いはね、なるほどと思いましたね。私、発想になかったですね。まあ 問いによってね、本当にこのチャット GPT がどう使えるのかということが分かってくると思うんですけども、ちょっとね、回答文長いので、赤の部分だけ中心にね、えー、紹介させていただこうと思います、えー。よくある質問の自動回答を提供することができます。例えば、休校になった場合の授業の振り替について、PTA の役割と責任と、まあ、ホームページなんかに置いとくとこういうことができるということですよね。えー、学生の質問に対する自動回答。 授業の自動要約、教材の自動作成、添削修正の自動化と、えー、特に最後の添削修正の自動化、これなんか学生さんがね、 レポートをデジタルで出してくれば、チャット GPT にね読み込ませて、えー、ね直した場所を明示しながらこう正すことができますね。もちろん大学生ぐらいになったらこれ自分自身でもできると思うんですけどもね。はい、これは本当にね貴重な問いだと思います。ありがとうございました。はい、もう一つ書き込みを紹介します。使ってみました。自分専用の質疑が横にいるような感じでした。事務作業、プログラム作りは自動化できそうです。 授業作りでも情報収集の手間はかなり少なくなりますということですよね。まあ、教材研究に役に立つということは私これまでの動画で示してきました。それでですね、このね、書き込みにヒントを得てこんなことも聞いてみました。えー、学習指導案を知ってますか知ってましたね。えー、大蔵じいさんとがんの学習指導案を次のようにして書いてください。1単元について2指導についてということです。30点とつけ,つけたのは、 いやこの答えはちょっと使えないなと思いましたね。もちろんこのまま出すこともできないし、じゃあいくつか参考になる点があるのかというと、これもね、ちょっと理屈をこね回しているような文章で使えないという感じでしたね。まあ一応、まあ、学習指導案という感じにはなっていました。ですがね、いずれこれも、あのまあ内容がどんどん良くなっていくんじゃないかなと思いますね。というのは、学習指導案というのはもうネット上にたくさんありますから、いずれこういったものも読み込んで、えー、回答が出てきて、あるいは例えば単元に ついてというのをチャット GPT に使ってもらってそれを自分で読み直し、ね、授業に合わせる形に作り直すということもそう遠くはない未来にできるんじゃないかなというふうに思っていますはい次にですね、えー、小学校の算数で一番難しいと言われる割合この割合の問題を解いてみてくださいというふうにチャット GPT に聞いてみました定価1000円の手袋を20%割引いて売りましたいくらで売りましたかと えー、手袋の定価が1000円で20%割引されたということは 1000×0.2 は200円が割引されたということです。割引後の価格はいかのように計算できます。1000-200は800つまり手袋は800円で売られましたと。まあ、これはこのままもし採点しなさいと言えばもちろん丸ですよね。ほぼ完璧ですね。えー、そこでもうちょっと踏み込んでですねこれを1つの式にまとめてくださいと。あつまり1000 かかける括弧1ことです、ね、これもほぼ完全にできていました、えー。さらにはですね、元の数を問う問題、割合を問う問題に、ね、問題をちょっと変えて聞いてみました。これもね、そこにある説明のような感じで見事に解説ができて、これも95点、も丸のレベルであることは間違いがないですよね。えー、さらに踏み込んでみました。 割合の問題を小学校でどのように教えているか。これはちょっとね、先生のレベルには達してないという感じですね。えー、関係図を使った割合指導について教えてください。これも60点ぐらいですよね。それから二重線分図を使った割合指導についてください。教えてください。50点と。 まあこういう細かな指導法についてはまだまだ先生のレベルには達していないという感じですけれども教育系のコンテンツも、ね、ネット上にたくさんありますのでいずれこういったものも読み込んでうまく解説してくれるんじゃないかなというような感触を持っています。 はい。では、最後にチャット g p t を子供たちに使わせてよいうかについて考えていこうと思います。すでに大学なんかでは議論が始まっていると思うんですけれども、チャット g p t のような AI のはね、非常に便利なツールであることは間違いありません。一方で、答えがすぐに出てきてしまって、考える力がつかないんじゃないかという議論もあります。これ、どう考えるかということなんですけれども、これはあくまでも私の個人的な考えなんですけれども、例えば自動車。 行行きたいいところにすぐ行けます。す。ぐけまま重い荷物が運べますもう自動車のない時代には戻れないと思います。じゃあパソコンはどうかと。手軽に検索ができて知りたいことがすぐ分かります。通信もできます。そして発信もできます。じゃあこれのない時代に戻れるかまず戻れないと思いますね。チャット GPT のような AI これをもね私はもう 不可逆的な変化、つまり元には戻れない変化がもう始まってきてるんだと思います。一時的な流行ではないと思いますね。ですから当然子供たちがこれからチャット g p t のようなあ、ね、自然言語の生成できる AI を使っていくということを前提に授業を考えていくべきだと思っています。じゃあ授業では何をするのかと。 一番重要なのは、私は知識や、ねえー、体験の蓄積だと思います。チャット g p t が出してきた答えがね自分の課題に生態するものなのか、あるいは最適解なのか、これ判断するのは人間です、えー。どうやって判断するのか、それまで獲得した知識や体験がものを言います。ですから知識や ね、体験の積み重ねがなければ考えようもないし評価のしようもないというふうに私は思います、えー、次にです、ね、思考力を育てると思考力は私は2番目だと思いますねじゃ具体的に文章題指導どうかと文章題というのは文章を読み取って題を理解して そこに出てきている必要な言葉や数値を並べ替えながら掛け算割り算引き算などの演算を決定して式を立て答えを導くとこれそのものが思考力を鍛える操作になるというふうに思います、えー、じゃあ計算指導はどうか 一時、電卓が出てきて、計算指導は必要じゃないという議論があったんですけども、私はですね、やはりね、正しい手順を踏んで、正しい答えを導き出すということを、子どもたちが経験するというのは、非常に重要だと思っています。 えそれから読解指導、これはもう言うまでもありません。そして話し合い活動、これもね非常に重要になってくると思います。えー、ですから、これまで小学校でやっていることとそんなに変わらないと思うんですが、一つこれだけは考えなければいけないと思います。えー、無意味な反復学習ですよね。えー、例えば割合の学習をした後に、ね、ドリルで20問割合の 宿題を出すとほとんど意味がないと思いますね。さっき言ったようにチャット g p t にかければ簡単に答え出てしまうんですよね。むしろ授業で、えー、その問題を解くための読解作業だとか、ね、儀式活動なんかを体験しておくことが非常に重要だと思います。宿題もそうですね、いつも私が言う無意味なね、漢字の書き取り指導、これなんかももう、 読めれば読めて語彙が理解できていれば簡単に変換することができます。ですから10回も20回もね、えー、ドリルに書くような宿題は必要じゃないし、授業中における練習もどこまで必要なのかということをこれから考えていかなければいけない時代がやってきているというふうに思っています。 はいえー、最後にセミナーの告知です。えー、2023年3月26日、学級経営の基本ということでセミナーを行います、えー。またね、説明欄に申し込み先書いておきますので、ぜひ参加していただきたいと思います、はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、ぜひチャンネル登録をお願いします。